クアルバシールと PLR は地震と同時にイランを掌握、脅威となった。奴を排除するため海兵5万人を投入、イランで戦争が始まった。歴史の講義か。アルバシール総統において君の担った役割は？曖昧な質問だな。ではもっと具体的に聞こう。最初の任務は？初めはテヘラン北部で空爆後の BDA を命じられた。戦闘損害評価か。なぜそんなことを？所定の手続きさ。空爆の効果を確認するためだ。君の経歴を見れば手続き通りやるタイプとは思えんが。コルビー・ホーキンス中尉との関わりを教えてくれ。彼女は F-18 のパイロットだ。彼女？知らない。海兵投入に合わせ彼女はアルバシールへの空爆を行った。ホーキンス、アラート1に上がった。計画変更だ。今すぐ飛ぶぞ。何でも特殊任務だそうだ。今日はいつもの退屈な対支援じゃないぞ。詳細は飛行中に指示されるが、任務はテヘランのメヘラバード空港に対する攻撃だ。衛星画像もある。アルバシールの居所を掴んだんだろう。牙を磨いとけ、ホーキンス。獲物はでかいぞ。そんなとこだ。イランの揚撃機はもう上がってる。テンション最高だね。システムのトラッキー。